石破内閣で今日決まった副大臣と政務官で異例の居抜き人事が行われました。公明党の議員と大臣に昇格したことで空席になったポスト以外、岸田内閣のままとなったのです。理由は総理就任から解散・投開票まで戦後最短となった今回の衆議院選挙。総理おはようございます。新たな不祥事が出ないための居抜き人事、本格人事は選挙後に行われる予定です。今日の副大臣や政務官の人事で顔ぶれが固まった石破新内閣。閣議が行われる閣議室に入る直前にはこんなやり取りがありました。入り口を間違えた石破総理に閣僚経験の長い加藤財務大臣が正解を教える場面も。応接室は笑いに包まれました。一方、ピリピリとしていたのは野党。総理就任から戦後最短となる選挙を見据えた動きが活発化しています。立憲民主党の野田代表は野党候補の一本化に向けて他の野党と相次いで党首会談を行いました。裏金問題はまだ終わっていない。政治への信頼を取り戻すため自公過半数割れを目指すことの必要性について認識を共有することができました。立憲側は自民党派閥の裏金事件に関係した議員の選挙区で野党候補の一本化を呼びかけ、しかし各党で温度差が見られ調整は難航するとみられます。投開票までおよそ3週間の見通し、永田町は風雲急を告げています。一方、 SNS では急転直下の解散表明にこんな悲しみの声が広がっていました。衆議院選挙のせいで運動会の日程が変わった。小学校が投票所らしい。休み帰れないよ。選挙で運動会延期、子供泣いてる。スポーツの秋の急な総選挙で運動会やスポーツイベントの日程の変更が各地で相次いでいるのです。選挙前日の26日に娘の運動会が変更になったという父親もショックを隠せません。小学校1年生で初めての運動会というのもあったんで、まあまあ親子ともども張り切ってた部分はあったのでちょっと残念ですね。投開票日当日の27日に運動会を予定していた鹿児島市の小学校も頭を悩ませていました。体育館が投票所に毎回なってます。正直なところびっくりしたのと、これは困ったことになったな。鹿児島市内では27日に30校の小学校で運動会が予定されているといいます。こちらの小学校は投票所になるため選挙管理委員会に場所の変更を相談しましたが、申し訳ないけれども学校の方の行事を動かしていただけないかというお願いでした。前日の26日は幼稚園の運動会の予備日になっていましたが、調整を行い昨日ようやく26日に正式に変更できたといいます。突然の選挙に対応に追われるのは被災地も例外ではありません。年明けの地震に続き大雨被害に見舞われた石川県輪島市。急に決まった選挙に向けて課題は山積みです。その想定外の水害があったというところで、予定していた投票所がですね、使えないという箇所がいくつか出てきました。まずはそこがちょっと、課題として上がりました。輪島市では
20カ所の投票所を予定していましたが、避難者が身を寄せているなどの理由で18カ所の開設を目指しています。さらに今後、職員や選挙の立ち会い人なども確保しなければなりません。被災地に住む人やボランティアは、だって石川県やったらそんなに選挙しとる場合じゃないんじゃないけん、ここは特にひどいからね、まあ選挙というか考えられない。もう選挙というよりもちょっと目の前のことを一生懸命してやるというのが現状でしょうね。ちょっとそこまでまだ考えきれないというのが現状かというふうに思いますけど、私は。